オッケー。まあ、あとはこっちのカメラ。来たらしい。なんかめっちゃ緊張する。まあ、はい、ちょっと楽しみやな、はい、ということで楽しみです。今回の作戦はこっくりさんをするといううず企画の撮影中にカメラの後ろの暗い部屋に隠れたお化けウリ子が出ちゃいます。初めてのおはよう。今日赤いな。赤いやつや今日。あずかのか、あずちゃん。何これ。これやねんって。嫌や。これこっくりさん。しかもなんかさ、見てたねんけど、見たくそうかって。まあだから最初はそういう企画ですっていうよりも、たまたまを装って、え、じゃあもう今回せっかくなんかロケ楽しかったし、なんかここら辺なんか隠しとこうみたいな感じで、そうね。やってみてもいいかもね。そうしよう。っていうのも考えられるけど。うん、始めよう。そろそろなんか時間が怖い。オッケー。じゃあちょっとライティングをやりますね。ピヨッピヨッ。あ、いい感じじゃない。怖っ。えとか言って。喜んでんじゃねーよ。そのこれぐらいの声の本当に小さい子が、あのなんかそのなんか服を入れる押し入れみたいなところに立ってて、その影がめちゃくちゃあって、でそれで私がうわって起きたの、あの見て、もうマジで、もうほんまに見えた、ほんまに見えて、そのこうパッて見るときにいたのを、あのめっちゃ恐怖でうわって起きた、あの叫びながらじゃないけど、だってそれでも言っても誰も信じてくれないもん。じゃあこれをやっていけないの理由は、あのこうさまよってる霊が今近くにいる霊がここに来るってことだから、どこからかその降りてくるんじゃないね。ここの近くでたまたまいたものが入ってくるね。塩持ってくればよかったな。うち神社、いや塩ぐらいあるよ。え、塩ちょっと用意してよ。違う、神社から持ってきた本当のあの塩を持って、でも持ってくればよかった。なんかあったらもうこれあれじゃん。マジでやんの。俺やってみたい、なんか俺信じてないけど。まあ、試しにやってみよう。で、じゃあ回してください。行きましょうか。行きます。3、生まれはロシア、舞台は東京、ピロシキーズです。なんかないあんまり明るくできひん。なんかあのまあこれ何っていう話やねんけど、こちら、え、これ見てもそこわかるや、何かっていうの。こっくりさん、こっくりさんって知ってる。知ってるよ。こっくりさんってなんか日本のなんか高齢術のまあ遊びみたいなもんやねんけど、どこにもあるよ。でもこれは、あ、そうなん、うん、ロシアとかにもあんの。アメリカとかはチャーリーがいて。チャーリー、チャーリー男の方がええな、なんかなんでやねん。なんでそっち行くねん。男の方がチャーリーなんかイケメンの雰囲気あるやん。ロシアにもある、ある。まあでも信じてる、こういうの。怖い。怖い。ダメな。かわいこぶってるだけやろ、多分。じゃあだって見える人なの。そうなん。うん。え、やってみたりしたことある？ない。もうこういう系とか、そのなんか魂に話しかけるとか、なんかそういうの一切もう関わらないようにしてる。でもちょっと、まあ今回はまあ動画やし、一応念のためにここに南の極みっていう塩も用意してるし、なんで南の極みって何みたいな、南極かみたいな感じだけども、こうでこう、ま、丸い円の字に沿ってこう動くみたいなんだけど、日本のやり方さ妥協してやりますわって。いやもうだってもう、じゃあもう置いたよ。うーん、あんた責任取れよ。大丈夫、俺幸運やし。取れよ責任。ほんまにあんたもうなんかもう大丈夫よ。ご自分のあの頼んでな。頼む。来たら、じゃあもっこりさんっていう、こっくりさんじゃなくて
いや、コックリさんっていうか、コックリさんは多分名前とかじゃないじゃないの。じゃあ、モッコリさんにしよう。魂来てって言うんだよ。モッコリさん、モッコリさんって言ったらさ、だってコックリさんがじゃないもん、モッコリさんにしよう。じゃあ、魂が来てくださいって言うんだよ。これ、右の指でいいのかな。なんか、関係ないらしい。どっちでもいいって。モッコリさん、モッコリさん、どうぞおいでください。おいでになられましたら、はいにお進みください。やだ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 やめて。動いてる。やめて。お前でしょ。お前だろ絶対。ちょっ。お前だろ。モッコリさん。な動かして。じゃあまずもう思んないよ。本当に思んないよ。で動かしたよ絶対あんた動かしたうちどうしてる俺アレちゃんの方が動かしてるように感じるもん全然あんたが動かしてる動かしてないもんやめてほんまそれはアレちゃんが多分動かしたんやあんたやろ絶対アレちゃんやと絶対あんたアレちゃんやろ絶対絶対あんたちょっと怖いんだけどあーもう嫌やもっこりさん、もっこりさん、自分のことを話してください。なんか…ね、え音聞こえた今。え今、パチンって音聞こえた。いや…音そう、あっちの部屋からパチンって。あっちあっちの部屋から。絶対聞こえてないよ。いや、マジで言ってる。聞こえてないと思う。あれ、ブラちゃんのこと教えてくださいって聞いたの違う、もっこりさんのこと教えてくださいなんか動いてる感じする動いてる何マヌケって何やろどういうなんかマヌケのあれなんやろ何の音なのこれこんな普通になるのバチッと音なの普通にんなんか家のなんかシーンでもなんかなんていうのあの映像音じゃないいやじゃないじゃないもうバチッて冷蔵庫っぽい感じのなんか音するんやけどおならはしてないおならはしてない違うよパチンだよパチンパチンパチンうわぁうわぁ数値もし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 何やろもしもしさそもそも電話この時間に音量つけて音量間違えてるなじゃんちょっと見して非通知まあいいやこれ社用携帯最近持ったやつだから前の番号とかあるのかなこれ分かんないってか、持ってて、マナーホールドにしといてよじゃあ待って、ほんと非通知なんだってなんか社用携帯だからしかもかしかってだからポケットかなんかでかかってんじゃん知らないけどまあでも歩いたりするとポケットだよね、割とおいし、帰ろうかななんでやねん帰っていいですかねモッコリさんってあかんやろって思うけどなんか疲れてお腹空いてきた感じする橋その後何これ C のさその後何これ C のさその後何これ C のさそのなに？話した？どうした？は？し意味があるの？橋っていうものに意味があるってこと？え？橋？ちょっと待って。どうしたん？今痛ってば。は？今痛っ。なんか映ったってこと？なんか落ちたってこと？もうめっちゃ手汗かいてんねんけど橋ってどういう意味なん？めっちゃ冷たいやん橋？橋ーちょっと待って今そこにいたよ人は？今その部屋にいたってばおらへんやろちょっと待ってこれ
マジでちょっと帰っていいかな。うわー、ちょっと待って嘘や。え、なんかその霊的なものを感じたってことで。やだ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 、ちょっと行って見てきても怖いって言ってるから。ちょ待って、電気がいる。電気がおる。なんかやだ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 、もう分かんない。おる。えおる。ちょっとなあ、おらへんの。あれ、返しやもう。もういやいや。お前何してんだよ。お前はいいわこんなところで。じゃあお座りくださいもう。え？これちゃうなってどこでわかった？何が？これはドッキリやなってどこでわかった？え、もう戻ってこないから。あ、もう絶対もうなんかもうやっと。ということは演技かあのビビってるやつは万が一ドッキリだった時用に。それでバーってされたらもうダメな人だから。だからずっと「いやちょっと待ってやめてね、もうそこ行かないからね」そこでバーってやられたら絶対嫌だから。もうなんか話しすぎてんね。違う面白かったよ。まあありがとうございます。やっぱりお化けの日やな。しかもしかもさ気配わかるからさ、人がもういや絶対なんかもうなんかいるわ、もうなんかもう最初からなんか嫌だったわ。あの最初のラップ音とかはヤバいと思った？音っていう音とかはヤバいと思った？どれが何が一番怖かったの？パチッっていう音があったんだけど、パチッっていう音があのおじいちゃんが来た時のその言ってたお盆の音みたいな感じだったから。ちなみに今日ゆり子タイガーにな会って一回最初にな、一番最初にゆり子タイガーやっぱおっぱい大きいなって言ったら、あれちゃんの見てるからそう思うんやって言ってたね。